はい、どうやって乗る？普通通り？はい、ルームミラーがですね、これ普通のルームミラーと、はい、スマートルームミラーって言って、これカメラの画像を後ろから飛ばしてるので、ノートの時見たよ。ああ、ご覧になったです。じゃどちらでも、あの自然のやつとカメラのやつ、カメラです。カメラ、これ自動運転機なので、電子制御のサイドブレーキなんで、こちらにサイドブレーキ、一回押してもらうと、赤が消えて、押してもらうとですね、押す、奥の方へ、あ、そうですね、これで解除、消えた消えた消えた。視界はどんな？右前、左前、車幅とか分かる？まあまあ、やっぱ若干あれやな。スタイル重視っていうか、あの窓が斜めになってると視界が狭まってるって感じはあるね。あのスパイクと比べるやね。それを補うため の, あのカメラ、あの 安全装備には付いてます、はいはいはい、ですね。どうでしょう。いや、そんな感じしたよ。視界はその思ったほど悪くはない。ああ、電気を強電バッテリーに送ってやって、モーターで走行するっていう。あ、そうなんだ。1500cc のエンジンは発電のために使ってる、はい、発電にしか使わない。あ、駆動力としては使ってないんですか。100% モーター。あ、俺初めて今理解した。あ、そうですか。そういう風に言えませんね、全然ね。走りがすごいパワフルモーターです。これが、これ、倒してたからね、これ上げたら 全然視界問題ないじゃん。これだけやったら十分じゃん。あの着座点も高いし、あとヘッドクリアランスも拳 1.5 ぐらい入るよ。これで視界をあんの言われたら作る方はやれたもんじゃない。視界は全然問題ない。着座点も高いし、ハイポイントも高い。気に入りましたか。多いですよ。これちゃんとずいぶんいいですよ。これ今これ電気出してるんですか。今ね、タコメーターがゼロだったんですよ。またゼロになった、はい、ゼロになったり、1500になったり、タコメーそうだ、おそらくあなたが視界運動っていうのはあれだけど、ルームミラーがちょっと低いっていうか、真ん中にドンとあるから、もっと上にあったらいいんですよ。こいつが存在感がすごい。視界は左下とか、あの後ろ、斜め後ろの視界、確かにあのピラーが結構太いので、そう感じになるかもしれないですね。そうね、まあ、こんなもんじゃこんなもんです。気になる方はやっぱりあのミラーも非常に大きいですよね、サイドに。そうですね、その分視界にはなりますよね、前のね。あのソナーがついてたり、カメラがついてたり、あれか、これ見ないとダメなんですよ。あ、ね、でも読みよ、やっぱ怖くて目視が基本です。これでいいかね。あ、すごい、上から映してるみたい。あ、これね、ちょっと右に寄ってしまったね。もう一回切ってみましょう。なんかちょっと頭の中が混乱してくる。混乱した今。混乱した。オレンジのラインというのはハンドルの角度を示しています。はいはいはい、ここいますよ、ね、すごい、ちょっと左に寄せた。俺これダメ。なぜでしょうね。あー、ほんと下手やね。これに慣れたらええかもね。え、すごいね、これ。感想は未来だね。はい、感想を言ってよ。いいんじゃないこれ。ハイブリッドなので、どっちも、はい。電池やろ。素敵なもんですね。なんか
がないやつ。スペアはなくて、ちょうどスペアスリーが4区、まあ、アクロの仕事です。スペアなんだ、しかも安全タイヤじゃなくて。で、全般ですか？全般で。はい。そんなにでかくても安全タイヤなの。はい。64で一緒です。どんぐらいフラットになるか見てみて。ああ、意外にフラットはフラットです。閉める、あ、閉まるのね。さすがに閉めるのは足じゃダメだよ。閉めるのは足でやる必要ないもんな。荷物持ってたり。はいはい。あ、1秒ぐらいで。ね、あのテレビの宣伝みたいにスマートに開けて。ちょうどこの真ん中の下にセンサーが入ってるので、足をピッピッと出しますので。ああ、ああ、で待てばいいんだ。いいですね。本当楽なんですよ。で、結構あのスパイクだとそこまで重たくないと思うんですけど、やっぱ SUV のあのバックだと重たいんですよ。で、締めるのはあれタッチ。これも楽よ。